すがの大谷翔平にも限界はあるということだろう。エンゼルスは現地8月13日に、15日に予定されていた次回登板を回避する意向を発表した。前回登板から中5日で次の登板を迎える想定だったが、腕の疲労によりスキップとなった。今季の大谷は史上初の2桁勝利40本塁打という規格外のパフォーマンスを見せながら、欠場試合はわずかに、異次元のプレーを続けてきた。その計り知れない蓄積疲労による影響が出たと言えよう。今シーズン、大谷はすでに投手と打者として1044打席に関わっている。他の選手のおよそ2倍以上という驚くべき仕事量だ。疲労がピークに達するのも無理はない。大谷だって人間なんだ、と周囲を驚かせている。この前のダブルヘッダーでの異次元の活躍、関東完封、2試合目の本塁打連発で、疲労は限界点だった感はあるな。まあ、ここまで来るとローテーションを1回飛ばすという選択はありやね。本当に怪我だけだな。もう、2桁勝利もしたし、あとはホームランタイトルに専念してはどうかのう。二刀流の試合は見たいが、数試合回避したところで大谷の価値は下がらないよ。怪我だけ注意。そう、人間だもんな。そら休むこともあるやろ。数度にわたる痙攣は体の悲鳴だったのに、ネビンの采配で休めなかった感は否めない。もうポストシーズン出場の可能性はほぼないのだから、先発はスキップして、DH でホームラン王だけを狙えばええんやないの。とりあえずホームラン50本は見てみたい。異次元の才能なのはわかるけど、酷使しすぎて壊れてもネビンは責任取らんやろ。故障者リスト入りだけは絶対回避してもらいたい。移籍も視野に入っているから、ローテーションにこだわる理由もないやろ。たまには自分勝手に休んだらええんちゃう。働きすぎだよ、大谷。ネビンが休ませなかったのか、大谷が休まなかったのか、どっちか知らんけど。